プリジストン、ホンダ技研工業、富士フィルム、アライヘルメット、東方東亜とご覧のスポンサーの提供でお送りします。新登場ブリッジストーン、大したもんだオートバックス、年一度の全国キャンペーン、カー用品なら何でも揃って、ワクワクドキドキの冒険ランド、なんとクイズに応募すると抽選でこの三菱パジェロが当たっちゃうのだ。さらに BMW 純正アイコン工具セット、冒険野郎のサバイバルベスト、ヘビービューティーだ。その他プレゼントは山ほど、楽しさ満開、嬉しさ全開、さあオートバックスに行ってみよう。オートバックス、ウータークーラー付きブルドッグ、ホンダシティターボ2.84年のモータースポーツのシーズンがいよいよ今日鈴鹿で幕を開けました。全日本ビッグ 2&4 レースです。 F2 シリーズ第1戦をメインイベントに盛りだくさんにお伝えをしてまいりますが、解説はおなじみの堤智彦さんです。堤さん、今年もよろしくどうぞ。よろしくお願いします。まず今日のシリーズ第1戦、見どころを挙げていただきましょうか。そうですね、一番大きな特徴は、まずニューマシンが11台出たわけですね。これはマーチの842、そしてホンダエンジンが3台になりました。まあ、BM 対ホンダどうなりますか、はい、それからスプーコーナーなんですが、ここは大幅に改修になりまして、ね、ちょっと短くなりました。約 90m ほど短くなったんですが、グリーンゾーンがそれだけたっぷり捉えました。予選がですね、雨だったんですが今日はドライです。予選状態とちょっと違いますので、かなり波乱含みの走りとなると思いますね。はい、はい、さて、初レースを迎えました。ピットの情報はモータージャーナリストの今宮潤さん、それから今シーズンからは松本真由美さんにも加わっていただきまして、その雰囲気を伝えていただくことになっております。初レースを迎えてみんなどうだったですか、ピットの雰囲気は。そうですね、新しい車でカラーリングも綺麗にまた新しくなって、ヘルメットを変えた人もいるし、レーシングスーツもみんな新品だし、非常にみんなフレッシュな気持ちで今年開幕戦迎えてるようですね。はい、ドライバーの目の色なんかも変わったんじゃないんですか。そうですね、開幕戦ということもあってね、レーサーの皆さんたちも朝からとっても気合が入ってるっていう感じでした。はい、雪が舞っているのがちょっと気の毒という気もしましたけれども ね、 残念ですね。はい、コースの改修も終わりまして、この鈴鹿のサーキットもちょっぴりではありますけれども、感じが変わったことでしょう。今日は皮切りにいたしまして、秋のグランプリまでの大熱戦が大変楽しみでございますが、今日はとりあえずその F2 シリーズの第1戦、レース展開をじっくりお楽しみください。それでは全日本ビッグ 2&4 レースに出場するドライバーとマシンを順を追ってご紹介しましょう。予選1位、2分10秒98の予選タイム、カーナンバー3、エプソンマーチ842ホンダの中島悟。6年ぶりにヒーローズレーシングにカムバック、チャンピオン奪回に燃えています。予選2位、カーナンバー8、マンダリーナダックマーチ842AMB の松本圭美。予選から好調です。いいポジションで得意のスタートにかけています。予選3位、カーナンバー1、ラークマーチ842AMB星野和義。ニューカラーの鮮やかなマシーンで登場、久々の優勝を狙います。予選4位、カーナンバー28、オートバックスマーチ842AMB のエジェ・エルゲ。予選では激しいドライビングを見せました。4番手、いい位置につけています。
ートはカーナンバー11アドバンマージ842ホンダのステファン・ヨハンソン。今シーズンから日本でのレース活動、切れ味鋭い走りはもうおなじみでしょう。予選6位、カーナンバー37ジョン・プレイヤーススペシャルマーチ832ホンダのデイブ・スコット。イギリス生まれの弱冠21歳、生沢監督が自らイギリスから連れてきました。予選7位はカーナンバー10アドバンピアマーチ842ベーンレーのジェフ・リース。チームを変わりました。エンジン、タイヤいずれもメーカーチェンジしました。全日本連続チャンピオンを狙います。予選の8番手カーナンバー5スピードスター佐川急便マーチ842ベーンレーの長谷見正弘。藤田に代わってスピードスターレーシングから久しぶりの F2 レースです。予選9位、これもニューマシーン、カーナンバー9マルティーニマーチ842ベーンレーの鈴木敏夫。去年まではもう一つ自分の力を発揮できませんでしたが、チームを変わって心機一転です。予選の10番手はカーナンバー26マーチ842ベーンレー和田孝夫。 F2 ではドライバー兼マネージャー、ニューマシーンで上位を狙います。予選11位、カーナンバー16ウォルターウルフレーシングマーチ832ベーンレーの萩原明。旧型マシーンですが、現在若手の中で最も期待されるドライバーです。カーナンバー24アドバンピアマーチ842ベーンレーの高橋健二。練習走行からトラブル続きでした。予選でもタイヤの選定に失敗、12番手からのスタートです。予選13位カーナンバー15ボルクマーチ832ベーンレーの小川仁。マシントラブルになりた去年、今年はエンジンをトヨタからベーンレーに変えました。予選14位カーナンバー33スリーボンドマーチ832ベーンレーの清水雅智。マシーンはおなじみのトライデントカラーに変わってぐっとシンプルになっています。予選15位カーナンバー12エクイップマウラー MM81 ベーンレー中本健吾。82年には F3 レース完全優勝という実績を残しています。カーナンバー25アドバンピアマーチ842ベーンレーのベテラン高橋国光。予選でマシーンを大破しました。結局ノータイムで一番後ろからのスタートです。以上16台です。ところでこの第一戦スタート前、珍しいお客様ビートたけしさんを見つけました。義理の弟さんが F3 のドライバーなんです。今日はね、 F3 レーサーの松田選手の応援でいらっしゃったということなんですけれども、どうですか？そうね、初めてだからね、まあいいんじゃない、まあ、いきなりスピンしたらしいから、まあまあじゃないかな、うん、松田選手もシビックからいよいよ F3 ドライバーに上がってきて、最後は F2 ね、最後は F2 ですか？中島悟を破るというあれを蹴散らすという目標なんだけど。鈴鹿にいらっしゃったのは初めてですか？そう、初めて。だからよくできてるね。さっき一周車で走られて、ね、ってもらったんだけど、ねうん、長いね、やっぱね。あそこ何分で、F2 が180キロ平均で走れたら信じられないね、やっぱね。F2 もね、やっぱり要するに銭の持ってないやつも乗れるようにしてほしいね。やっぱ同じバランスで同じセッティングの F2 が走るべきでね、やっぱ年式が古い F2 があったら、やっぱそれは初めからハンデあることだから、それは腕というよりも財力の違いでね。だから財力だって言うんだったら、絶対にトヨタとかホンダとかそういうのが F2 を作って勝負するべきだし、それはやっぱ日本のレース界が一番まずいのは底辺がないっていうだけだね。だ初めが出だしからそうだから、出だしがやっぱり金持ちのせがれのスポーツだということで始まってるから、それはちょっとね、もうちょっと底辺から広げられれば、やっぱり優秀なレーサーは絶対出ると思うけどね。なかなか面白くかつ手厳しいこと言ってましたね。そうですね、まあなかなかね、当たってる部分もありますけど、まあこういう形ですね、ビートたけしさんのような方がどんどんレース界にですね応援してくださったら嬉しいと思いますので、今後とも一つねよろしくお願いしたいですね。さて、各マシン各ドライバーすでにフォーメーションラップに入っております。バックストレートから130Rにかかろうというところなんですが、堤さん、天候が大空と雪が入り混じりまして、ちょっと心配なんですが、どんなレース展開予想されてますか？そうですね、まあ順当な形ではですね、まあ、中島選手、そして松本、星野選手というこの辺りがですね、まあ全部前の方に並んでますんでね、
あとはまあ一つこの天候がですね急変しなければいいなと、まあ、今日ちょっと雪混じりなもんですからね、そのあたりでまあいろいろタイヤトラブルなんか出てくると困るなという感じなんですけどね、まあ、そう一つあれば大波乱があるんじゃないかと。とにかく、面白いフォーメーションが組まれているんで、きっとこれはいいレースになるような気がしますね。はい、ポールポジションの中島を先頭に各マシンがスターティンググリッドにつこうとしております。鈴鹿国際レーシングコース30周のレースで去年と同じ F1 方式のスタートになります。全マシンのグリッドオンが確認されて10秒以内にシグナルが赤から青に変わってこの時にスタートです。84年鈴鹿 F2 シリーズの第1戦全日本ビッグ2&4レース、果たしてどんなレース展開となりますか。まずスタートにご注目ください。中島ちょっと遅れました。星野がその後ろです。松本が一気にトップを奪いました。あとは綺麗なスタートです。